で今年で12年目、今年は50名ほどが集まって月1回、富田小学校の体育館で活動しています。地域のお祭り、老人ホームや須賀川や喜多方、新宿、そして東京ドームでも踊っているそうですよ。さあ、それでは曲はふるさとの祭り踊っていただきます。郡山市からのエントリー、富田よさこいクラブの皆さんです。よし、頑張れよ。富田よさこいクラブです。毎月1回小学校の体育館で練習をしています。その他、各地のイベントや地域のお祭り、老人ホームなどで笑顔と元気を届けています。今日も笑顔で元気に東京ドームで踊ったふるさとの祭りを踊ります。気をつけ、来ているお客様に礼、よろしくお願いします。構えて、ちゃんですか。あの、先生からお話聞いてくださいって言われました。あ、そうです。改めましてお名前と学年お願いします。6年生の鈴木ひなたです。今日はこのレジーナのこんなに広い照明もたくさん当たってすごく気持ちよかったと思うんですけれども、どうでした？なんかライトがいっぱいあってなんか緊張したけど、お客さんが
ぱいいて、なんか嬉しかったです。嬉しかった。そうですか。富田よさこいの皆さんも明日出場してくれますよね。はい。今の心境はどうですか？今夜出れそうですか？ちょっと寝れそうじゃないですか。ちょっと緊張してますか？はい。じゃあ明日に向けて、どんな意気込みかぜひ聞かせてほしいんですけれども、ひなたちゃんはどうでしょうか？今日よりあの笑顔でみんなの心を合わせて踊りたいと思います。期待してます。どうぞ大きな拍手をお願いいたします。富田よさこいクラブの皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。